役作りのためとはいえ、司と一緒に VR ゲームができて嬉しかったわ。あれがいけるなら他にもいろいろ楽しめそうね。隠れて、誰か来る。ゲ、カラミティキング。姿を見せろ。出てこないか、今すぐ脳天をぶち抜く。うん、バッチリ。シズハのキング、どんどん良くなってきてるね。司がメリハリの効いたいい演技で引っ張ってくれてるおかげよ。まだ配役の決まっていない役も担当してくれて助かるわ。さっきは私が付き合ってもらったんだから、お互い様。それにしてもシズハのキングの貫禄すごいね。出てきた瞬間空気がグッと締まるし、銃の撃ち方も道に言ってて本当かっこいいよ。もしかして実際に撃ったことあったりする？ほら、海外旅行行った時に撃つ人とかいるじゃない。本物はさすがにないわね。あ、西条さんと天童さんはあるって聞いたけど、私の場合は昔からゲームでよく撃っているからじゃないかしら。え？でもゲームってコントローラーのボタンで撃つんでしょ？ゲームセンターで銃の形をしたコントローラーを見たことない？あれを使ってプレイする VR シューティングゲームがあるの。それってもしかして最近流行ってる体感型ゲームってやつ？ええ、中学生の頃によくやっていたゲームなのだけど、キング役の勉強になると思って最近少しだけプレイしてるの。へえ、ちょっと興味あるかも。よかったら司も一緒にやってみる？二人一組で戦えるチーム戦もあるから。それいいね。じゃあ今夜あたりやる？そうね、それもいいけれど、もしかしたら今すぐにできるかもしれないわ。ちょっと VR ルームの予約状況を確認するわね。え？ゲームをするのに学校の設備を借りちゃっていいの？役作りのためなら何でも利用させてもらわないとね。それもそうだね。どう？ VR ルーム空いてそう？ええ、ちょうど空いていたわ。予約したからコントローラーを持ってくるわね。お待たせ、シズハ。アカウント作れたよ。それじゃこのコントローラーをどうぞ。今気づいたけど2つも持ってるんだ。二丁拳銃のキングもいいかと思って試したの。それじゃあ早速ログインしましょうか。このゲームは衣装を自作できるんだけれど、司がアカウントを作っている間にメイクしておいたから、ゲーム内でプレゼントするわね。わあ、この衣装本当にクイーンみたいじゃん。キングもすごく役に合ってるよ。舞台制作コースの子にもこの衣装デザイン提案してみようよ。大げさね。ありがとう。で、ここが戦場？この衣装もだけど黄金の決闘にぴったり。せっかくだから荒野ステージのバトルにエントリーしたの。銃の撃ち方だけじゃなくて雰囲気もしっかりと味わいましょう。あら、戦いに参加する人が揃ったみたいね。このゲームはログインと同時にマッチングが始まるのよ。それから右下に見えているのがチャット欄ね。チャットの送り方を教えるから見ていて。チャット、
皆さんよろしくお願いします。送信。こうやって発言すると、こんな風に文字で表示されるの。司もやってみて。へえ、便利だね。それじゃあ、ん？あらあら、マッチング後の離脱はペナルティがあるのに。私にはシズハから逃げたように見えたんだけど、他のプレイヤーさんもざわついてるみたいだし、どうなってるの？まだこの名前を覚えてくれてる人がいたのね。やり込んでたのは PC 版だった頃で、もう数年前になるのに。死神って言われてるのはどうして？そんなことより再マッチングが完了したみたいね。戦いが始まるわよ、司。あ、とりあえず挨拶しなきゃ。チャットよろしくお願いします。送信。撃たれても最初の位置に戻るだけでゲームオーバーにはならないから、まずはゲームになれ。シズハ、危ない。大丈夫よ。わお、司、油断しないで。今あの柱に一人隠れたわ。うん、チラッと見えた。柱から出てきた瞬間を撃つ。私相手に不意打ちなんて100年早い。それで報酬はいかほど？なんてね。お見事ね。じゃあ私はブロンティア一家の用心棒、キングの腕前を披露するわ。私たちの勝ちね。初めてとは思えないいい動きだったわ、司。いやいや、シズハにはかなわないから。後半の方みんな逃げてたし。キングらしいプレイングができていたみたいで何よりだわ。ほぼ100発100中だし、途中で銃をくるくる回したりしてたでしょ。腕前もだけど銃の扱い自体もすごく上手だよね。ガンプレイのことかしら。ルーティーンみたいなものよ。あれをやると気持ちが落ち着いて命中率も上がるの。シズハが銃の扱いに慣れてるのも納得だよ。でもどうして死神なんてあだ名で呼ばれてるの？死神？さあ、そんなこと言ってたかしら。キングとキャサリンの関係性についての解釈が司とあんなにぴったり合ってたなんて驚いたわ。ずっと一緒にいると思考が似てくるように、司と同じ舞台に立ち続けて考えや感じ方も似てきたのかしら。キングとキャサリンもきっとそうだったんじゃないかしら。より一層この舞台に愛着が湧いてきたわ。司、お疲れ様。 VR には授業で慣れていると思うけど、ゲームとなると勝手が違ったでしょ？そうだね。VR ゲームはテレビゲームの対戦よりもっとリアルで、人と戦ってるって感じられたかな。この感覚はクイーンを演じるときすごく生きると思う。でも逆に銃を撃たないキャサリンの感覚からは、
ちょっと離れちゃったかも。うまくバランスをとって役作りしていかないとな。司が一人二役で演じるキャサリン役ね。そう、泣く子も黙るブロンティア一家のボス、ミスターブロンティアの一人娘、シズハが演じるキングに護衛されるお嬢様。司はもう十分キャサリンのことをつかめてると思っていたわ。掛け合いで迷っている様子もなかったじゃない。うん、私もキングとの掛け合いはうまくいってると思う。でももう少し役自体の掘り下げが必要かなって気がして。ほら、クイーンとキャサリンって跳ねっ返りと箱入りお嬢様で正反対の性格じゃない？そこの切り替えをうまくこなすためにも、いつも以上にがっちり役をつかんでおかないといけないと思うの。そういう時は演じる役のキーワードをはっきりさせるのがいいんじゃないかしら。司はキャサリンにどんな印象を持っているの？印象、ちょっと考えていい？ええ、いくらでも。やっぱりキングの妹かな。あら、ミスターブロンティアの一人娘ではないのね。ミスターブロンティアの一人娘って部分は設定上大事だけど、演じれば演じるほどキングの妹としての印象が強くなってくるんだよね。血のつながりはないけど、キャサリンはキングのことをお兄さんだと思っているんじゃないかな。ううん、思っているというよりは感じてる。わかるわ。本人たちがはっきり認識してるわけじゃなくて、小さい頃からずっと一緒にいるから自然とそういう空気が出ているのよね。そうそう、そんな感じ。キングはブロンティア一家の中でも腕利きの用心棒だけど、ミスターブロンティアの側近でもあって、そしてミスターブロンティアからボスの座を託される存在でもある。こういうのって普通肉親が継ぐものでしょ？うん、そこからミスターブロンティアがキングのことを息子同然に思っていたことが伝わってくるよね。ええ、これは私が演じる上で膨らませた設定なんだけれど、キングはずっと昔からキャサリンの用心棒も務めていたと思うの。その過程で子供から大人に成長していく彼女をそばで見守っていた。逆にキャサリンもキングが力をつけブロンティア一家の中で頭角を現していくのを近くで見ていたんじゃないかしら。キングとキャサリンの会話からそんな背景がにじんでいる気がしたの。うんうん、私も同じこと考えてた。キングのブロンティア一家への思いやキャサリンの気持ちって本編では語られないけど、シズハのキングと何度も掛け合いをしているうちに見えてきた気がするんだよね。ええ、私も司のキャサリンと掛け合いをすると台本には綴られていないキングの思いが見えてくるの。キングはきっとミスターブロンティアに頼まれなくてもキャサリンを守ったんじゃないかしら。それくらい彼女のことを大事に思っているはずよ。うん、冷酷無比な用心棒として恐れられるキングだけど、キャサリンは彼のことを全然怖がってないんだよね。二人で話している時なんて無骨なお兄さんとしっかり者の妹にしか見えないもの。きっとキングもキャサリンも私たちと同じで強い絆で結ばれたファミリーとして育ったんじゃないかしら。ファミリー、それって？ええ、キングとキャサリンとのやりとりは私たちだからこそ導き出せた絆の演技なの。そっか、そうだよね。ありがとう、シザー。
なんとなく考えてたことをちゃんと言葉にできたよ。こちらこそ、役への理解が深まってもっといい演技に仕上げられそうね。うん、っていつの間にか暗くなってきてない？話しすぎちゃったね。早く帰ろっか。お前を狙う輩が出てくるかもしれん。俺のそばを離れるな。もう子供扱いして。でもその時はキングが守ってくれるんでしょ。任せろ。俺はブロンティア一家の用心棒だからな。頼りにしてるよキング。任せてキャサリン。